こんばんは。ベッドタイムストーリー37回目となります。ゴールデンウィークに入ってお休み真っ最中、ゆっくり過ごされている方も多いのではないでしょうか。私は休みと仕事と半分ぐらいという感じで過ごしています。まあ、仕事の日もでも街全体がね、やっぱお休みモードというかそういう雰囲気になってますから、なんかさほど苦にならず楽しんでできそう。ただあんまりこう休みモードに慣れすぎて忘れ物とかしないように気をつけなきゃななんて思いながら今話しております。皆さんはゴールデンウィークどんな風に過ごされているでしょうか。今年はね、やはり遠出する方も増えそうですけれども、意外に家で掃除してますとかいうそういう方もいらっしゃるのかなと思いながら、でもこのね、連休こう邪気を払うっていうのが大事なのかなっていうふうに思ってます。子どもの日はね、端午の節句でこの邪気を払うっていう、まあ、古来からの行事で、日本にはいろんな節句があったり、そういったね邪気を払うものってすごく多くないですか。どのくらいするとこの邪気がたまるんだろうって見えないものだからわからないですけれども、まあ私はですね、1ヶ月ぐらい経つと少したまってくるんじゃないかな。2ヶ月の間に払った方がいいんじゃないのかな、そんな風に思っていますけれどもね。まあ、だからこう友人たちと会ってもう美味しいご飯食べて飲んでワイワイしたりとか、気分転換、気持ちも心も洗われるような瞬間っていうのはね、すごく大事なことなんだなと思うので、この連休ねゆっくりできる人がいたら、そんなこう時間に、邪気を払う時間に、なったらいいななんて思いながらお話ししています。今年は静岡の実家に帰る機会を増やそうと思っていますなんて話をしましたが、2拠点生活みたいになってましてね、多くて月2回帰れるかなという感じで、今ローテーションを組んでる感じです。それこそこう2拠点生活って邪気がたまりにくいなって思っていて、たまる前に別の場所に移動するみたいなね感じになっていて、その場所を変えるっていうのはすごくこう気持ちの中でもリフレッシュできるんだなっていうのを改めて感じています。ちょこっと帰るだけでは分からなかったようなこととか、できなかったことがやっぱり、できるようになって、実家の過ごし方も随分変わってきましたね。前はたまに訪れる人みたいな感じで、まあ、もてなしてくださるね家族っていう、こう関係性だったんですけども、最近は特にこう、まあ、もてなす感じはないですね。ただもう行けば、邪魔にならないように一生懸命働くとまではいかないけど、なるべくこう、お手伝いしようかなと思っていて、まあ、その分その実家のこうね、ルーティーンみたいなものも分かってきて、ここにここのものがあったりとか、物の置き場所とかね、そういったものもかなり分かってきて、ほっといても私ができるようになってきてるという感じで、次はもう少し何かステップアップするには何ができるかなみたいな感じに思っています。音楽活動の方はちょっと最近皆さんに、お伝えするようなことがトピックスとしてあんまりないんですけども、考え中です、ただいま。でもですね、水面下ではいろいろ
やっていて、音楽を作ったりとかですね、まあ、演奏もちょこちょこしたりはしてるんですけれどもね、少しこう時間を空けることによって見えてくるものがあるなというのを感じ始めていて、そのあたり少し自分の中でもいい変化をもたらしてたらいいなと思いながら少し、過ごしています。少し焦る気持ちもあるんですけれども、もう少し待ってみようみたいなね、そんなじりじりとした気持ちもありながら、日々ピアノに向かっているという感じです。さて今日お送りする曲はですね、トリオローブの一曲を選びました。というのも YouTube の私のチャンネルで、トリオローブの楽曲をアップしてるんですけれども、視聴回数が2000回になりました、弱小宮野ひろこ YouTube ですけれども、トリオローブのですね、エリクサチのジュトゥブーという曲、やっぱりこの曲名曲なんですね、もうじりじりなんですけれども、視聴回数が増えていって、特に何の宣伝もしてないんですけれどもね、聞いてくださってる方、見てくださってる方がいらっしゃると思うとすごく嬉しいです。しかもこの動画、コロナ禍でこうトリオローブ初めて作って、私も動画作るの全然慣れてないのに、こう一生懸命、実家のね、キーボードを置いてなんとか価格に収める場所を探して撮ったというね、苦労した作品なんですけれども、午後からやり始めて、ずっとこうアングルが決まらないとか何やらやってたら夕方になってしまったっていうね。なので、私のこうところはですね、光がずっとこうキラ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 していてとっても綺麗なんですけれども、あれはもうね、西日というか夕方の、太陽の日が、落ちる前で焦りながらやっていたというね、そんな裏話もあります。アップされたのがちょうど5月ということで、ああ今の時期みんなで作ったんだなーなんてね、そんなことを思い出しながらこの一曲を選びました。トリオローブでエリクサティのナンバージュトゥブー。Thank you.
エリクサティ、ジュトゥブー。演奏はトリオラブ。サックス石田博一さん、ベースは芹沢茂樹さん、ピアノは私、宮野博子の、3人の演奏。このアレンジは私のね、バージョンでした。先ほどお話ししたこのトリオラブの動画は概要欄のところに、リンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。そしてちょっと先取りで初夏を感じるようなね、動画がもう一作品ありまして、これは私のものなんですけれども、スナクルダウン。これはですね、サロネ・フォンタナで演奏しているものの動画に、野外で撮影したものを合わせてご編集した、ものが作品になってるんですけれども、季節を感じる作品なので、これからちょうどいいかなというふうに思っています。そうですね、 YouTube も最近ベッドタイムストーリーが多くなってしまったので、もう少しね、過去のコンサートの模様も上げようかなと今思っているところです。他のコンサートのね、模様の動画なども感想いただけたら嬉しいです。さあ、そろそろ終わりの時間にしようかなと思いますが、今夜も大した話はしておりませんが、大丈夫だったでしょうか。何度か寝落ちして朝聞きますというね、コメントもちょこちょこいただいておりますが、何度も夜聞きながら寝落ちしていただければ大成功かなと思います。もちろん朝聞くのも大歓迎です。明日から5月、もうね、5月になって聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんが、外に出かけるにはちょうどいいね、本当にいい季節ですからね。ゴールデンウィークと、そして5月、良い時間を過ごしてください。そして今日は良い夢見てくださいね。おやすみなさい。